良い子の浜口さん、アッキーナ納車おめでとうございます。そうなんです、浜口さんもハッピーワンのオーナーになりました。 JP スターさんです。今日は浜口さんが初めてハッピーワンに出会った時、そしてアッキーナにお披露目した時のビデオを見ていきましょう。でこのビデオの中で気づいたこともご説明していきますので、ハッピーワン乗りの方、またそうでない方もどうぞ最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。これまさに秘密基地じゃない？確かに。めっちゃ可愛いやん。そう、指定させてもらったこの色をお願いします。いいじゃん、なんかマサルさんらしいよ。この色好きやからね。ね、よく着てるもん。洋服もね、かきだるくなってね。いやこの色めっちゃかっこいいですよね。足回りとオーニングの部分も黒に変えています。で実際にこの車見させてもらったことあるんですけども、本当におしゃれでした。でもう何度も何度も、うわこれに変えたい、こういう色にしたいって言ってました。浜口さんのように色番を指定して特注することもできます。色の塗り方によってお値段も変わってきます。でこの浜口さんの場合結構かかっていると思います。もういいね、これね、そう、アッキーナ分かっている、この縦型の3つライト、これ可愛いポイントですよね。これは自転車です。自転車も乗せれますし、ここにクーラーボックスを乗せる使い方をする方が多いです。30キロぐらいまでなら乗せれるそうです。これかな、あ、違うね、ちゃうな、違うね。2人のやり取り本当微笑ましいですよね。そう、キャンピングカーには本当にたくさんの鍵があります。で納車の際に鍵の説明用紙もいただけるのですけども、多分みんな浜口さん状態だったんじゃないでしょうか。私ももちろんこんな状態でした。初めに私たちが試したのは鍵にカラーペンで色付けをしたことでした。でも持ちが全然良くなかったので、次の案を考えて、次はテプラでリングのところにネームタグを貼っていきました。でもこれもあんまり持ちが良くなくって、今現在は鍵ごとにネームタグをつけています。ダイソーで8つ入りで100円です。他にもこんなアイデアあるよっていう方はぜひコメントください。すごい、これでシャワー水しか出ないしけど、あ、そう、シャワーは1つの蛇口しか出ないです。ハッピーワンオーナーの小さなパン工房さんのビデオでタンクの水を温めてワンちゃんを洗っていました。いいアイデアですよね。概要欄にチャンネルのリンクも貼ってあります。これこう出したいね、リモコンがこれか、まだ私たちはリモコンどこだってなるので、このように貼り付けています。特に小さいお子さんがいるご家庭ではやっぱりこういう対策って取られた方がいいと思います。子供ってリモコンで遊ぶの大好きですからね。これをこうか、これをこうだ、よいしょ、これをこうだね。丈夫なテープマジックでこのようにベッドのサポーターになる部分に貼り付けています。このマジックテープ結構いろんなことにも使えるので重宝しています。Amazon のリンクを概要欄にも貼っていますので、必要な方はぜひ。止めてくんじゃん、これどこや。分割クッションを選ばれた方はこの大きいクッションの方をドア側にしておくと安全だと思います。というのも小さいのだと簡単に滑りやすいので、そうした方がいいかなと思います。まあこういう感じよ。シートなんですけどもハッピーワンオリジナルのシートが入っています。シートは少し厚みがあって、でそして少しリクライニングができます。で軽トラ乗ったことある方ならわかると思うんですけども、シートってすごいもうペランペラで、そして直角なので長時間運転するのってすごいきついと思うんですけども、ハッピーワンなら快適に運転ができます。私たちのチャンネル初めて見た方、そして登録まだの方、ポチッとするだけなのでチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。ハッピー